島県の原発事故周辺地域で出た PCB 廃棄物の処理が終わりました。 PCB は古い変圧器などに使われた有害物質で、先月から室蘭市の施設でおよそ1500台分の無害化が進められていました。これまでに周辺の放射線量に異常はないということです。処理された PCB 廃棄物は福島県に送り返され、環境省が最終処分を行います。